やるまなせよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は6月に9点メガリがあるんですけど、まあ、そこで僕がどんな商品を買うのか、目をつけてるかっていうところを皆さんの方に、購入前のね、動画として皆さんの方にご紹介できればなと思っております。はい、それでは早速、いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日はね、9点メガリ6月にあるんですけど、まあ、その前にちょっと僕がどんな商品を気になっているかとか、まあ、どんな商品を買うかとかっていうところを皆さんの方にちょっと雑談形式でね、皆さんの方にご紹介できればなと思ってるんですけど、もちろんね、この後に数本皆さんの方に9点メガリおすすめ品とかっていうところを皆さんの方にご紹介しようかなと思っておりますので、今ね動画の方をまとめてとか言いますので、そこら辺はちょっと待っていただければすごく嬉しいです。で、まあ僕がね、まあ、どんな商品を買うのかとか、まあ今韓国コスメでどんなものが流行ってるのかっていうところをこう皆さんの方に今までシェアしてて、他のまあコンテンツ内で紹介してないものだったりとかが結構僕の場合は多かったりするんですよね。韓国でまあ実際に流行ってるものだったりとかするのが結構僕のコンテンツ内で商品を紹介してるっていうのが、まあ、僕なりの考え方で僕なりの目線でっていうところを皆さんの方にご紹介してるんですけど、まあ、結構変わった商品とかまだ全然知らないっていう商品が結構多かったりするので、まあ結構マニア向けにはなってくるのかなと思うんですけど、まあそこら辺はね、皆さん楽しんでいただければすごく嬉しいんですけど、でまあ、僕が今気になってるのは、気になってるのかっていうか、まあ、クレンジングなんですけど、クレンジングオイルっていうのは最近ちょっといいものを見つけてずっと続けてるんですけど、でクレンジングオイルっていうところで、まあ、特に、ね、女性の方だと、まあ、化粧する方がほぼだと思うので、まあ、男性の方もねする方いらっしゃったら、まあ、クレンジングってするところだと思うんですけど、まあ、クレンジングってすごく大事になってくるんですよ。スキンケア、まあ、肌をきれいに見せるとか、あとは肌をきれいにしていくっていうところではクレンジングがすごく大事になってくるんですけど、まあ、皆さんも僕のコンテンツ見てる方だと、まあ、もうご存知の方とかすごくいるかと思うんですけど、まあ、ちょっと初めて見る方もしかしたらいらっしゃるかと思いますので、ちょっとシェアさせていただければと思うんですけど、クレンジングなんですけど、肌をきれいにすることによってその後のケアがすごく乗ってくる、乗りやすくなるっていうので、まあ、クレンジングをすることによってもトーンアップをしたりするので、まあ、あえてねその後にあるトーンアップクリームとかあるんですけど、まず最初にクレンジングをしっかりしてから、まあ、あと自分に合うものを使用するっていうところがすごく大事になってくるので、自分に合ったクレンジングっていうものを使った方がいいかなと思います。はい、特にクレンジングオイルとかね、まあ、洗顔料とかじゃなくてクレンジングの方ね、なんですけど、なので、まあ、クレンジングっていうのは今回はちょっと購入しようと思ってもカートに入れてるところであります。はい、であともう一つはサンクリームですね。まあ、日焼け止めなんですけど、まあ、サンクリームって韓国では言うんですけど、まあ、サンクリームっていうのは僕はすごくもうその後にすごく大事になってくるところで、韓国ではまあ、日焼け止め塗らないと、まあ、外に出ないぐらいのそんな感じなんですよ。でプラス50プラスとかね、なんですけど、まあ、30とか結構あったりすると思うんですよ、日本とかだとね。まあ、肌のダメージを抑えるためにとかいろいろあったりするんですけど、まあ、最近だとそんな何ダメージ負担をかけるとかそういうものっていうのは年々減ってきてるので、成分が良くなって、なので、まあ、そこら辺は気にしなくてもいいかなと思うんですけど、まあもう結構昔からずっと韓国ではもう SPF50 プラスとか4プラスとかっていうところはすごくもうベタかな、3プラスとかね、例えば ベタなんですけど、まあ、そこら辺を購入するっていうところで、もう50しか買わないです、韓国の考え方でいくと。なので、まあ、サンクリームっていうのはこの機会にもう夏になってくるので、6月だともう暑いし、もう今の時期でももう暑いので、まあ、紫外線とか強いので、まあ1年を通して紫外線は強いんですけど、特に冬とかでも全然あるので、僕は365日サンクリームは塗るんですけど、まあ、この機会にサンクリームっていうのがどんどん新しい商品とか出てくるので、まあ、自分に合った割とさっぱりした目なものがすごくおすすめなかなっていう感じですかね。サンクリームとかだと、まあ、サンクリームで乗ってる感があって嫌いっていう方も結構いらっしゃったりする声を結構聞くので、まあ、そこら辺はね自分に合うものとか選んでいくのがすごくいいかなと思います。もう本当にクリームとかゲルとかいろいろあったりするので、アンプルタイプとかね、最近はすごく選べるようになったので、まあ、そこら辺はすごくおすすめになってきております。なのでサンクリームですね、クレンジングとサンクリーム、あともう一つは水分クリームですね。で水分クリームもね、もうここら辺はもう永遠に探し続ける水分クリームかなと思っていて、本当にいろんなものがあって、いろんなところに効くだったかシミ
シワ、アンチエイジングとかね、ここら辺があると思うんですけど、本当に最近いろんなものが出てきてて、本当に年々効くものがすごく出てきております。なので、まあ、ここら辺も水分クリームっていうのもちょっとね、また今回新しく買うものと、今まであのずっと続けているものっていうのをちょっと購入しようかなと思います。あとはビタミン C アンプルですね。ここら辺もね、ここ2年前ぐらいからアンプルっていう商品が韓国での展示会でね、コスメの展示会があるんですけど、すごく力を入れてる感じがあるので、あのアンプルとかビタミン C っていうのは、まあこの期間いろんなところが出してくるのがすごく多かったりします。なので、まあこの期間ちょっとでもね、安くなる機会の9点メガリの方で購入するのをお勧めするかなって感じですかね。なので僕もね、この機会に、まあ、ビタミン C とアンプルっていうのは間違いなく変わっていくんですけど、まあ、今まで使ってるね、センテリアン24だったりとか、リズ系っていうのはもうずっと続けてて、ここら辺はもうなくさないって感じでずっと使ってるので、まあ、そこら辺もすごくおすすめになってきております。まあ、ここら辺を踏まえたものをね、全部僕はね、購入していこうかなと思ってるんですけど、まあ、9点目がありもう少しで始まるんですけど、あの動画をまとめて皆さんの方に、まあ、ちょっといろんな目線から、いろんな考え方から皆さんの方にご紹介しようかなと思っておりますので、引き続きね、あのこのコンテンツを見ていただければと思います。はい、今回はこんな形で締めさせていただきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。